こんにちは、かわぽんです。今日は、学習院大学の入試システムと、英語の分析をします。まずは、入試システムですが、2020年が、すべての学部で、コア入試とクラス入試が実施されました。それぞれ別の日に、試験日が設定されていますので、2回受験チャンスがあることになります。ただ、コア入試で、定員の大半を占めているので、コア入試をメインで考えておいた方が良いでしょう。クラス入試は、ご覧の通り、定員がかなり少ないですね。倍率は、コア入試と比較すれば、当然高めになります。しかし、経済学部と文学部に関しては、クラス入試の方が、倍率が下がっています。これは理由はわかりませんが、経済学部のクラス入試の英語の試験は、国際社会学部の、コア入試、と同じ入試になります。これについては、後ほど詳しくお伝えしますが、ここだけは、問題形式が変わるため、受験を敬遠する生徒が多いことが挙げられるかもしれませんね。そして、文学部に関しては、クラス入試は、受験科目は、なんと、英語、数学、理科の3教科で、完全に理系科目となります。それが原因で、倍率が低いと考えられますね。2021年度の入試に関しては、法学部と国際社会学部のクラス入試が廃止になります。そして、理学部の科学科でも廃止になります。国際社会学部のクラス入試は、従来であれば、英語は外部検定の得点で判定されていましたが、コロナの影響による受験機会が少なくなるため、廃止になったようです。その代わり、コア入試で定員が増えるみたいですね。また、注意事項としては、文学部のクラス入試は、毎年、心理学科と教育学科の2つの学科のみの実施です。他の学科では実施されませんので、注意してくださいね。次に、入試日程の組み合わせを見てみましょう。これは、2021年度の入試日程です。2月6日は経済学部の、コア入試になります。2月7日は理学部のコア入試、文学部のクラス入試になります。問題はすべて共通問題となります。2月9日は文学部のコア入試、理学部のクラス入試になります。問題は英語は共通問題、その他は独自問題となっています。2月10日は法学部のコア入試になります。2月11日は、国際社会学部の、コア入試、経済学部のクラス入試、となります。問題は共通問題になります。次に、英語の分析に移ります。これは、2019年度の入試の一覧になります。英語の試験に関しては、画面の一番下の、国際社会の、コア入試と、経済学部のクラス入試以外の、英語は、すべて同じ形式になります。長文の個数には少し違いはありますが、誤差の範囲と考えていいでしょう。難易度に関してもほとんど変わりはありません。黄色い文字がやや難の問題になります。これは僕がすべて解いて判定していますので、絶対的な基準ではありませんが、難易度にもほとんど違いはありません。国際社会のコア入試と経済学部のクラス入試の英語のみ、形式が異なり、難易度がやや上がる印象です。ちなみに、これが配点になります。学習院大学は、配点が発表されている数少ない大学です。上位の大学では、あとは、中央大学くらいでしょうか。すべての形式で150点満点なのですが、同じ問題形式の中でも、微妙に配点が異なります。問1と問2にご注目ください。少し配点が異なりますね。ただ、どれも問1と問2で合計80点となるようになっていますので、あまり深く考える必要はないかと思います。それでは、英語の内容をもう少し問題形式別に見てみましょう。まずは、ほとんどの学部で実施されているパターンの英語見てみましょう。今回は2019年度の経済学部のコア入試と法学部のクラス入試を例に取り上げています。
他の学部もほぼ同じ傾向と難易度になりますので、同じと思って聞いてください。試験時間は90分となります。問1が7白語、問2が5白語の長文になります。このパートでは、必ず記述問題が出題されます。弁幕を予測して、空所に英単語を書かせる問題と、和訳がメインになります。難易度はそこまで高くなく、標準的な内容で、得点しておきたいところです。問3が短めの長文で、空所の単語選択、5問のみとなっています。問4が、4択の弁法問題、問5が正誤問題で、4箇所のうち、誤っているところを選択させるオーソドックスなスタイルです。問6が、短めの会話問題が5問、そして、最後が、英訳2題になります。英訳の内容は、短めの文章で、出だしの単語は与えられています。例えば、この年度の問題だと、子供たちは、あたかも何事もなかったように遊び続けた、の英訳が問題でした。基本的な文法が分かればできる問題ですので、なるべく取っておきたいですね。ただ、この英訳の配点は10点しかありませんので、他のパートで十分カバーできる可能性もあると思います。目標時間と最低目標得点率は右に書いておきましたので、ぜひ参考にしてください。総合評価になります。まずは、右の円グラフをご覧ください。問題は、記述問題を含めて46問あります。これを、レベル別に、標準、やや、難のレベルに分けてみました。標準問題が圧倒的に多く、難の問題はありませんでした。これをもとに、英語で確保しておきたい得点率を出してみました。77% と、かなり高めになりました。ちなみに、左下に大学発表の合格者の平均得点率を書いています。合格最低点ではありませんので注意してください。これと比較しても、まずまず妥当な得点率が出たのではないかと思います。あとは、問1から問3までの長文パートの速読レベルは、1分あたりの処理語数の目安は23語となりました。ただし、これは、弁法問題などが、先ほどの画面の目標時間で解ければの話になります。参考にしてください。次に、国際社会のコアヌーシと、経済学部のグラスヌーシのパターンになります。記述は単語問題が多めです。問1では、単語を固形変化させて記入させる問題。問6は、文章の空所に、弁幕に合わせて英単語を予測して書かせる問題が20問もあります。ここが一番差がつくところでしょう。あと、問1では、並び替え問題も2題出題されておりました。とにかく、この学部だけ形式が異なりますので、独自に対策をしておく必要がありますね。総合評価になります。こちらも、標準問題が多めです。独自に算出した英語の確保しておきたいラインは 75% となりました。左下の大学発表の合格者の平均得点率が 60% 台ですので、これと比較すればかなり高めの数字となってしまいました。妥協化が難しいのか、またはおそらく最後の単語の記入問題が僕が思っているよりも受験生ができていないのかもしれません。ただ、このペペンは、しっかりと訓練すれば、必ず高得点が取れるペペンですので、他の受験生と差をつけるためにも、しっかりと訓練して、トータルで 75% が取れるように、ぜひ頑張ってください。速読レベルは、1分あたりの処理語数は25語で、厳しくはありません。今日は以上になります。ありがとうございました。